カサブランカ級航空母艦。カサブランカ級航空母艦。カサブランカ級航空母艦は、アメリカ海軍の護衛空母、空部の艦級、当初、補助空母、アッコブとして建造され、イギリス海軍にレンドリース、対応される予定であったが、アメリカ海軍で運用された。元来は、1942年に、カイザー造船所社長が提案した30隻建造の、 プランによる。当初、アメリカ海軍はさほど相手にはしていなかったが、フランクリン・ルーズベルト大統領の肝入りもあって、6月に入って、カイザー像戦車に50隻の建造が発注された。カイザー像戦車のドック及び船内はもともとリバティ船、建造用に建設されたものだったが、やがて戦車用陸艦の建造も手掛け、最後にカサブランカ級の一括建造に取り掛かった。 1943年7月8日に一番間のカサブランカを竣工させてから、最終間のムンダがちょうど1年後の1944年7月8に竣工するまでの間、ほぼ1週間に一隻のペースで建造されたので、週間空母の異名を持つ。カイザー社長はベビー空母と呼んでいた。全球のサンガモ門級での経験により、艦載機を運用するに足りる。 最小限の規模で設計された。その構造も建造が比較的容易な商船型を採用し、既存商船の階層ではなく位置からの新設計だったため無極力廃した艦となった。飛行艦板は防具級よりも余裕があったが、三モ門級と同じく飛行艦板の位置は防具級と比べて低かった。期間も安価で入手の容易なレシプロ期間を用いている。一方で、 後人成功上のため、護衛空母として、初めて機関のシフト配置を採用すると、必ずしも、安かろう、悪かろうの間ではない。出力自体は、防具級の蒸気タービン、一軸と大差なかったが、排水量が少ない分最高速力は速かった。にもかかわらず、カサブランカ級搭載のレシプロ機関は、効率が悪く整備に手間がかかるという機関担当の上院中瀬の代物で、 評判は、さっぱりだった。艦名は当初、海や島の名前が当てが割れていたが、後に戦場となった地名や島も使用された。また、アンツヨとセントローの全名である、コーラルシートミッドウェイは、共に、ミッドウェイ級航空母艦の1番艦と3番艦、当初は2番艦の艦名に流用された。本級の存在により、アメリカ海軍艦隊や、 戦団の赴もむくところほぼすべてで関西域が存在するということになった。戦後、1947年にスクラップとして売却処分された艦もあるが、ほとんどの艦が予備役に入ってモスボール不活性化処理がなされた。予備役の艦は1955年に特務空母 K やヘリコプター護衛空母 K として復帰した。1960年に 再び売却処分された艦があったものの、航空機輸送艦、悪フに転用される艦もあり、それらの艦は1965年まで現役であった。カサブランカ級の戦歴で特筆すべきは、サマール沖海戦であろう。1944年10月25日、カサブランカ級ホワイトプレーンズ等6隻を主力とする、第77任務部隊第4軍第3軍第、第77.4。 三人無分。通称、タフィさん。クリフトン・スプレーグ少将は、サマール島沖で、レ0テ湾突入を目指す日本海軍のクリタ艦隊、第一遊撃部隊第一部隊及び、第二部隊と遭遇。2時間の戦闘の末、ガンビア米のほか、駆逐艦、護衛駆逐艦各一隻を喪失。さらにその後、セントローが神風特別攻撃隊の突入を、受け合沈。 ホワイトプレーンズ、キトカンベイ及びカリニンベイも損傷を受ける。この少し前には、同第1軍、第77.4、1任務軍、通称、タフィ1、トーマスエルスプレーグ少将のペトロフベ及び、サンガモン級、サンティートスワニーにも特攻機が突入しており、わずか数時間のうちに5隻もの護衛空母が沈没、または損傷した。日本側の視点では、 今回戦は戦艦ヤマトや特攻隊が初めて戦果を上げた戦いとしてよく記憶される。しかし、米軍側から見ると少々様相が異なってくる。タクシさんとの戦闘により、栗田艦隊は従順三隻を喪失、一隻、撃沈、二隻は航行不能の末に自沈処分し、ヤマトも巨来をかわすため進路を大きく狂わされた。栗田艦隊は 最終決にも手間取り、レーテワン突入前に、貴重な戦力と時間を消耗することになってしまい、タフィさんは、ハルゼー艦隊やオルデンドルフ艦隊の準備や、到着までの貴重な時間を稼いだ。この海戦が、その後のクリタ艦隊、謎の反転の一員となった。クリタ艦隊が、タフィさんを、正規空母部隊と誤認していたという幸運もあったとは、いえ、 全滅さえ覚悟したという困難な戦況の中で、第3は、よく前線し、レーテワンの裸同然の輸送船団と、数万の将兵を救った。太平洋艦隊司令長官の任にあった、チェスターニミッツ元帥は後に、タフィさんをはじめとする護衛空母軍の検討に、最大級の賛辞を送った。また、大西洋方面の戦いにおいても、カサブランカ級は、 対戦相当及び戦団護衛任務に従事し、何隻かの U ボートを撃沈する戦果を挙げている。なお、詳細な戦歴は各巻の功を参照されたい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。